はい。どうぞ、お疲れです。はい、お茶ですか、ありがとうございます。持ってません。ありがとう、こちらへいただきに行きますから。全国古城絵巻50選犬山実行委員会、で出し物でタイトルが全国古城絵巻50選の大絵巻ですと。そうね、通常ね、はい、古城絵巻がうちらはもう略しちゃって古城絵巻ばっかで、はい、喋っとるんですけど、なんか全国とかね、全国たまに出るけど、どうも全国だけ忘れちゃう。古城絵巻、古城絵巻50選、うん、よろしいじゃないですかね。もう始まったのは十何年前ですか。12年前に始まったんです。はい、はい、だから今から来ると12年前以上やね。12年かかって万博出したから、万博が最後の年やもん、はい、2005年の愛知万博、そうあれに展示したわけなんです、はい、その前から12年かけて、12年前に、うん、2005年の愛知万博の前12年間、うわすごいですね。はい、うちらから見ると12歳で、はい、若かった頃に始めたりが確かに12歳若かった頃で始めたの、これまた270メートル、ものすごい長さですね。はい、紙はね、340メーターぐらいあるんですね。はい、そこの中の一部270メーター、まあ、だいたい4メーターから、地上が4メーターから5メーターすばって書いてあるわけなんです。それが270メーター使って書いてある。その270メートルは全部一枚の紙でロールっていうか巻き取り紙になってるんです。巻物の巻物で一枚から巻物になったものを使用しております。
あの一つ一つの絵を描いたのを後からつないのではなくって、はい、初めから巻物に描いた。まさに絵巻ですね。はい、すごいな。世界一っていいんじゃない？ああ、確かに和紙で作られた、世界で一番大きな絵巻。あの文化遺産ですね。そうやね。まあ、ギネスまで行こうと思うとやっぱりギネスや登録資金がどれかが必要だよ。本当はギネスのしたいぐらいですよね。そうね。日本にこんな270メートルの絵巻なんてあるんですかね。ないです。ないでしょうね。これあの日本全国一つここにあるのは松前城で、今広げてもらっているのが青森の弘前城。うん、で一番一番が、はい、あの福井県の丸岡城。あ、今一番。あの50を選んだ何か目安があったんですか？いや、これね、はい、正直言って当てずっぽでは選んだですけど、はい、そこの中で、はい、由緒あるお寺、あの お城で、復元がやや正確な復元のお城を抜粋して、はい、書いてあげる。全部でね、どうも東京見ると800城あるんだよね、全部。日本には800もお城があるんですか？はい、それで、はい、こちらがまあ有名な、ある程度長い、大田とことか、それで全部だから、うん、やっぱ沖縄から北海道までのお城を、うん、選んだわけで、それがたまたまね、徳川の系列のお城が 90%。 ああ、関ヶ原より後に作られたのが多いんですかね。そうよ。ああ、はい。で、まあ、今言ったあの国宝用のね、松本彦根、姫路、はい、はい、それはもう確実に押して、これ最後に、一番最後に終わりに山で50番目が名古屋城で、はい。これはあの沖縄のお城も入れて、首里城が入ってますか、はい、で北海道の松前が入って、そうそう。でただ一つね、これはまあ峰山と日南の姉妹都市いう形で、日南は天守閣がないんやけど、国宝の三門があるんです、はい、もうあれだけがお城やなしに三門だけ、日南市の、あの帯城ですね、はい、三門だけ、はい、これ以外はまあほとんどね、うん、あの徳川の、雪のかかったお城が全部なんです、うん、あの徳川さんの世では、一国一城、一つの国には一つのお城だというね、その他は廃城にすると、はい、取り壊すっていうことで残ってるのは少ないですよね。でもその50全部回ったんですね。すごいね。全部そこの市長さんか主要の関係者、現地で桜見に行ったの。あ、弘前は桜が綺麗ですね。弘前城は思い出がある皆さんたくさん思います。そうですね、これ全国の古城を今でか、ほんでここの、あのお城のとこへ持ってきました、はい、今日はこれ全部で300キロ300キロありますトラックに乗せて、で終わるの積む時でも機械やね。違ってんですよそんなありません。300キロはこの人です。はい、ほんで現地でお金がないので、どうも、ね、すごいすごいですよ。また宣伝しますわ。ありがとうございます。どこどっかでね、これ犬山に置いた、犬山市に置いたんですけど、どこどっか、はい、犬山城初めて来たの。あ、そうですか。やっぱりこれもご縁ですね。すいません。
どこから見えましたか？兵庫県。兵庫県は関西の下、神戸です。どっちやろ？神戸だよ。いいえ、この写真撮ってもらったら買うな。今これ、すんばたってる。テレビに。よろしく、はい、どうぞ。この弘前のこの古城の絵巻をどうぞ。はい、ありがとうございます。魂ついでのこういうやつ。いいじゃあこれ犬山のあれで、うん、でお土産からお土産でいいの？お土産いただきました。いいです。選定してください。はい、授かった、よみがえったからカラクリ人形、大変よろしゅうございます。皆様買い求めください。ありがとう。この和紙はどこか作っている産地があるんですかね？はい、あのね、ちょっと京都の、越前のね、はい、丸岡、はい、丸岡市のから田舎にちょっと入った町のなんとか町行ったね、うん、そこでね、先生がね、そこの町長さんにもらったんや。おう、これを榊原先生が、はい、この前に榊原先生が日本一大きい絵本を書かれたのが丸岡で書かれて、はい、ほんでそこの近くの紙を吸い取る町の町長さんが、ま、先生にこれをあげるか何か使うことないか言って、あの始まったのが運が悪いことに丸岡城を最初に書いたから怒られちゃって、はあ、結局本で先生が300万かちゃんに買い取ったあのものなんです。最初はあれ丸岡が書かずに予想を買い取ればもらえたけど、うん、最初一番に丸岡城の一番に書いたから、その町長さん何のための俺の金をそんな違う市長あなるほどね。だから結局先生はそれから借金にずっと重なっていて、18条書いた時にも1000万かしら借金作って、もう救いの手を石田さんに出したと、うん、なるほどね。あの榊原先生は今もご健在ですか？ご健在です、はい、今日ね、あの連絡はして来る予定だったけど、うん、あの用事ができて来れないということで、はい、メールが入ってるんで、あと80キロですか。そうですか、榊原先生はまだお健在で、健在です、はい。でもこれはあの榊原先生が下絵というか絵を描かれて、そのお城の城下の地元の人たちが色を添えたと、うん、あの現地でね、はい、あの榊原先生が輪郭だけ先生が描いて、はい、あとのところのこのいろいろなこの枠ね、こういうとこ、はいはい、こういうふうに黒を塗ったとこは先生、はい、こういう赤とか黄色緑は一般のその現地の観光客とか一般の人に色付けをして、はい、まあ最初のじゃ先生がこの色はここここっちで指示してやってみたいけど、最近うちらも最初のうちは知らんかったけど慣れてきたら先生はうちら任せで。で適当に色をここへこれぬやこれぬやうちらが指導してやる。うん、なんかあの色合いは5つぐらいの色ですね、これ。5色です。5色ね、はい、あこの絵の縁取り、黒い縁取りは榊原先生が描かれて、この
5つの色の絵の具は地元の方々が変わるがある色を添えて。そう。ああ。で、まあ最後にね、法名帳に住所、名前、電話番号書いて、はい、はい、あの記入してもらって帰ってもらう。かわいいこと。地元の人も嬉しいですね。自分が色を添えたのが、そうそう、ね、絵になって、しかも自分が絵を添えたよという記録も残って。あ、結構ね、あの、うん、色塗られた人ね、あの、一つ、大体一人一つっていう予定でやっとったんですけど、うん、もう一個塗らさせて、絵が貸してくださいいうのを当然見えたけどね。で、やっぱり一番メインなところなの、面白いところな、天守閣の絵とかね、はい、鳥の絵描いたところの。とかね、おで最後に私は鳥の絵を塗ったとか。そうかそうか、はい、自分がどの色を添えたかは思い出ですもんね。中田さんがこれ画面持ってきてって言ったけど、ありがとうございました。あと一組ぐらいなんですけど、まだ清水屋さんのこと進化してないそうなので、とりあえず清水屋さんのこと戻りなので、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえずお疲れ様ですにあるそうなんですけど、まだ清水屋さんを進化してないそうなので、清水屋さんまで行って、もう最後尾の方はどうするんですか。最後尾がその3の鍵上げを見えます。あ、写真もうそこで、うん、なのでそこでその方がパンと出てくると思うので、ここでずっと待ってるんですね。まあ、そうですね、本当にね、本当にね、お日柄でっていうのを定期で多少まだね、救われるんですけど、そのより、いろんな人だったよ、いろんな人に。何の商売やね。青年会議所、何の商売やね。青年会議所って、ね、商売やってないし。でも40以下に。大体40以下やないし。青年会議所って40以下の団体だね。あ、そうなんだ。青年会議所に入れるのは40歳までの企業家っていうか、なんか。年齢制限に外れてました。まだ若い。今日までね、昨日の天気だったので、ね、40度とかね、書いてあったから、今日はまあ曇ってて、少し良くなってた。病院に搬送されたからなんで、一人なんか、あれ何？どこで？女の子？どこで？もう体育館の今日、今日じゃあったでしょ。ああ、この中でも、この中で、子供なのか大人なのか知らないけど、見てないから。体育館は熱がこもるから、もう、あの窓がそうなり、卓球やってて、ね、だから余計に風とか送れないし、なかなか。新聞沙汰にならないで、ね、お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。犬山の上下持ってってば余るで持ってって、なんとかちゃんは持ってない。持ってって、これね、あ、乗ってるの、お兄さんも持ってる。うん、ありがとう。本当娘にさ、学校に行っててさ、犬山選手ぽいって。ほんと1箇所もあるけど、これだけある。すごい。これは何年観光協会からできたばっかりもんで、キャラミツとかあれのこういうお得なプランだとか、まあ、でも犬山の宣伝がそれちょっと言葉も持ってもらわない。そうか。宣伝だもん。なんかえ、大学にはことみちゃんがついてる。ことみちゃんここに。すごい。若いとかで、ね、だけども中身もお願いします。中身が大事な感じ。学校の生協に並べてもらって、こんなの見てくださいよ。お疲れ様でした。どうもお疲れ様。ありがとうございます。